はい、いつも観察、いつもじゃないな、たまに観察してる長浜ビーチに来ました。北風なんで、あそこに軽石が溜まってますね。ここはこんな感じで北東に面してる北ですね。北、こっち行くと北東、北、北東ですね。北東に面してるビーチで、ずっとねここ2日3日北東の風が強いので、こっちから風が来て、ここに溜まってる。うわ、なんかすごい。軽石がすごいいっぱい、厚みもすごいね。アーサーの季節で、あの辺にアーサーがいっぱいあるんですけれど、もうアーサーもこれ取れてんじゃないの、これ。これはアーサーじゃないか、別ですね。アーサーも混ざってるけど、うわーすごいね、ここの厚みも。おいしょ、おい、僕の草履よりも厚い厚みがあります。すごいね。あ、向こうの方まで続いてますね。よいしょ。ここは人が泳ぐような浜じゃないんですけれども、やっぱり北風、北に面してるビーチは相変わらずこんな感じで、軽石があるんですけれども、ここはね、ここが岬になって止まるところなんですよ。だから沖縄の西海岸からね、ずっと向こう西海岸で、有名なホテルが並んでて、それぞれビーチがあってね、海水浴するところがあるんですけども、そういうところから、打ち上げられた軽石が海に出て流されて、でこういう岬があるところにね引っかかって、あんな感じで止まるんですよね。でここはその止まる最後の場所、残波岬のたもとであり、でいつも観察しているマリブビーチは、前田岬のたもとです、ね、だからそういう、湾の奥のところはどうしてもこういう感じになっちゃいますけど、普通のところはね多分もう大丈夫になってるんじゃないかなと思います。これからちょっと見に行きます。